はい、録画の方を始めましたので、スタートボタンを押して始めてください。A 番台で行いますのは、0回戦第1試合、チャップチップブルーメイ、チーム対するは西の初心者、アンジー、竹谷ファーストチームです。それではスタートボタンを押して始めてください。さあ、アンジー対チップ。アンジーチップ、ワンピー側が、関西から遠征してきてくれました西の初心者さんのアンジー、対しましてワンピー側チャップチップゲームはデカすぎたね、ごめんね。さあ、チャンディ投げていく、ジャンペス投げてダスピーからオン。最近のね、自分初心者ですっていう人に限って超強かったりするんでね、中級者ですっていう人は大体中級者だったりするんですけどね難しいですな、極端なんですよ人は。はいはい、から空中手ケイ、はい、あ、かっこいいができない、構成が切れた、あっちょろちょろしてんじゃん、あオンが出ない、おはは、なんかアンジが奇妙な動きしたけど、すごいですね、振り向きましたね。はい、ディフェンスカウントが入らない、足から入ってタッチハイ、空中ダッシュ SKK ハイスラ昇竜拳、口の中にね、まだ喉目残ったんですね、ごめんなさい。いいカウンター、ジャンケイでちょっとはしゃいで、ルージン FB リンからジャンハイスラー、コパンコパン、キングスタッチアルファブレードからの表かな、しかし縦になっていない、足ライヒット、さあ目は意味をなくすしかしアンジュは目を使うのか、立ち合いカウンター、立ち合い得るから、これはこう、エフビーでも何かのを狙ったんでしょうか、手裏剣投げて、つながって、後ろ投げて、勝ったら、西の初心者、天地に無双の舞だ、さあ、出てくるのは竹谷ファースト、まあ、この試合、どうでもいいですね、竹谷は。さあ、ブルーさんのメインの、そうですね、ブルーさんは復帰2戦目ということで頑張ってください。さあ投げて、あー、つながってる、ラッキーかけや、あい、受け取んねえよ。さあ、キャラパーを押し付けていくスタイルでもないです、竹谷さんが、竹谷さんのだけで。さあ、強引は上からガッガッチク、おい、いかにも繋がるような、あロシアでしたね、ここどっちかな、あ出たか、あうずれ死ね、さあ試合の方始まっております、これツイートしたのがやばい、さあちょっとタイトル間違えたのでツイートしておきます。さあ、メタギリ物を投げて、タッチピーがジャンケゴを燃えて、勝ったチームはね、押しに来てくださいね。さあ、刺さったよ、いしょー、ゴーインワイウェイからタッチピー、これエイパだった、勝ったのは、許せんな、またありますよ、タケチーム。さあね、じゃあタケさん、あ、そうだ、じゃあね、番号を忘れた、ね、1番と、あ、1番対、1チーム、2チーム、3チーム、あ、1チーム、2チーム、ん、違うな、え、あれどうなってんだ、1、2、3、4、5、6、7、8、9だから、1、3で合ってんだ、合ってる合ってる、1、3合ってる、 OKOK、少々お待ちください、次の試合呼び出ししておきます。
A 番内、トコイノイの岸本 DZ チームと AGF アンジ CC レモンポチャムキンチームでーす。まず、トコイノさんと岸本さんはおらっしゃいませ、いますんで、しますね。では、AGF さんと CC レモンさんのポチャムキン、いますか？はい、いますね。AGF さん。CC レモンさんの、が、こちら。はい、よろしくお願いします。じゃあ、だけにしてください。その間に負けトーナメント書いておきます。1、3。あとも適当だ。5。負けトーナメントリーグだよな。つまり、4だろ ?4、2だ。2の4だ。2、4。これで OK。あとは、3、6、7、8、9だね。だから、6、8、7、9。はい。書きなさい。はい、スタートボタン押して始めてください。あ、いいぞ、後ろじゃん。おらっしゃいらっしゃいますとやばいよね。B 番内がどっちかったのかな。なんだ見てんじゃねえよ、ガクさんよ。ガクさんチーム勝利。ニコさんとユタさんのチーム負けトーナメントでやってください。 A 番内、ワンピー側に座っておりますのが、トコイノさんと岸本さんのチーム、先方トコイノさん、最初は次側 AGF さんなんでしょう。 CC レモンさんのポチョムキンは CC レモンさんのポチョムキンです。じゃあ B 番台ね、こすり野郎さん来ました。来た、まだ来ない。あ、いた。だけどね、そこもったいないからここやります。俺友達いないんすよ。じゅんさんのミリア、コメットさんのファーストチームと俺一人です。お願いします。昨日もね、ブレイブル大会一人だった。ジョニオさん一人チームだからね、モッチだからね。さあ、じゃあじゅんさん、じゅんさんいらっしゃいますか。ミリアスカイのじゅんさん、じゅんさんいらっしゃいますか。ミリア使いの、あ、了解了解。ミリア使いのじゅんさん、じゅんさん、あれ、じゅんさん、ん、じゅんさん、その、あ、いっちゃいった。じゃあコメットさんいます。コメットさん、おお、コメットさん、じゃあ試合の方始めてください。じゃあ実況戻りましょう。トコイノさんが、1本フェンスしてる状態で、対するポチョムキンが1本取り返す。さあ、1本取った年で、さあ PPP 引きずり下ろして、降りたところにポチョムキンバスターが待っている。さあ、何もしないで降りてポチョムキンバスターから、さあもう1回はとがめる。オープン重ねて下段カード、さあバーストも読んで画面端黒いけど投げて、さあもう一回投げていったか。さあハンマーからクーバス出ない。さあ狂言でもう一回落として下段刺さって、さあケミコン画面端、あと奥攻め2回ぐらい。さあ1回だった。あーあー、なんだと。さあ峰打ちを2回繰り返したが、勝ったのはトコイノ。対照戦、岸本ディジ対するは AGF アンジ。さあオプションいっぱい作って、アンジの体力があっという間に半分。さあ果敢にダッシュで攻めていく。はい、シーンで落として、コパンで暴れて画面端、体力を逆転。さあシーンの隙に止める、受け身狩りを気にしてダウンを回避。さあ風神にインペリ刺さって、一本選手は
福島選手に立ち場から、さあ攻めてき攻めてく、ディジーにオプションを使わせるとアンジがかなり厳しくなってしまうので一気に攻め立てていく。めくりからさあオプション生成の引きを与えない。ここで画面端入れ替わってオプションからうまく逃げてタッチピーヒット確認からオン、エリアルまでジャンエスカム刺さって一本取り返す AGF アンジー最初ラウンド。さあ着地取らしたところから攻めたところにバースト合わせてゲダムガード、でだから封じん、タッチ消え刺さらず封じんカウンターから落としてガーフーからの拾い直し、落とせない。さあタッチパンでビットを消していく、ただビットもう一回作ってレーザーはガード、レーザーガードしてからしっかりタッチパン余れバーストの間でフルコン決まって勝ったのは AGF アンジ。さあ決定戦、行きましょう。トーコイの対 AGF 第1ラウンド、テータジャンケンは勝ったが画面端、さあシャーガケは割れて投げ返し、さあ上に逃げるところクーナが置いといたがストリッパーからの出動攻め、さあ窓際暴れて、バーストはギリギリ間に合う、青木は出ないか、風神さあ D 狂言から FB 狂言、お互いなんとなくドロジアの雰囲気がしてきたが、ここで引っ掛けてエリアル芯当たってチャイナスまで先にリーチをかける AGF1 G。 さあテータジャンピー刺さって画面端、ここまでアンジのペースだが画面端切り替わってこっからイノのターン、さあガーポイントっていいよねって言いながら JD から一気にコンボ決めて、さあ FB 音符、さあノーゲージエリアルからクロイがダウンは取れている。サガパン走ってここからワンチャンス狙っていく AG フアンジ、トコイのここ削り切りたい、ゲージ使わせてクーナンからオン質を刻めでちょっとある手投げるエロい、さあバック捨てで空投げは決まらず、何にもないところでー投げたのは得意のさあ隣の台では一人チームジョニオがミリアファーストを下しているジョニオさん強いぞ、さあエヴァ内ではイノが体力フリーの状態から AGF アンジを追い詰めている、早めバーストで殺しにかかる、バースト警戒の長飛からさあジャンエース透かし投げ、はい、じゃあ0回戦、最後の試合いきます。ヤクセルさんのアクセルと天草くんのバイケンのチームが A 番台、対戦相手はごめんなさい、春さんのアバとこすり野郎さんの回 A 番台で最後の0回戦となりますのでよろしくお願いいたします。B 番台